お、宝がある。うわ、妙に広い。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。お、北条、北条いるじゃねえか。くらえ。悔しいが仕方ない。いや、男班はやはり火力がいいね。圧倒的高火力。終わったな。楽しんでいただけているかな。野郎を引きずり下ろす。接触後も特に変化はなしか。おい、待ちやがれ。行くしかないようだ。はよ出してくれ。宝宝。これは？あー、魔法防御に特化してる。めちゃくちゃ特化してんな。あー、ただしマテリアの穴がね、ちょっとそれはやだ。いやでもな、今バレットオートケアルとかこの辺を外してもいいのか。バレットにつけてみよう。バレットに装着。ここもか。メカがいるね。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。全力で行くしかねえな。あ、そういうメカか。やるぞ。待ってました。上にもいるし。どけどけ。先に周辺メカを壊したい。壊したい。あー、危ない。サンダーガオ。外したか、クラウド。アンガーマックス。何が何だか。サンダが、あとこいつ。そっちは任せる。待ってました。放電。よし。放電は使ってくるけど、こいつも雷が弱点だ。どけどけ。痛い。全力で期待してるね。よし、くらえ。進め。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだな。また行っちまった。回復だ、エーテルも大量に余ってる。使っちゃおう。こっちか。メカと普通のモンスターとメカときて、今度は超巨大モンスターとかかね。おい、考えてるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。
テストを開始します。じゃあ、おもちゃによろしく伝えてくれ。何がどうなってある？拘束された。何これ？消えた。やるじゃねえか。これが効くかな？あれ、今横にいなかった。消えてる。出てきた。ストップハンマー、状態異常系攻撃か。そりゃよし、効いてる。どうせエーテル余ってんだから、ボコボコにしちまえ。魔法で危ない。離せ。クラウドピンチ。クラウド、ちょ待って、バレットもピンチ。危ない。 ATB 食べないと。ピンチ。こっから反撃だ。まずいな。やっちまった。思いのほか強えな。慎重にいかんと。ガード一体をずっとロックし続けるのが難しいから、さっさと重点的に倒したい。待ってました。あ、またどっか行っちまった。おお、なんかなかったかな。物理ダメージじゃないからな、これ。逃がさねえぞ。ハンマー足いた。よし。オッケー。隠れたか。アンガマックス隠れちまった。 B やろう。クラウドは先に毒回復。これだ。こっちだ。クラウド危ない。チャクラ、隠れるな。よく沈め。ガード、おお、一回回復しよう。落ち着いていく。じゃあねえ、やってる。このままへばってな。バレットも一旦回復だ。こっから本気だ。よし、こいつをバースト。いいからこいつをやるんだ。よし。本当にモグラ叩きだな。よし。ここで仕掛ける。オッケー。こっち行ける。ここが最後か。どいてろ。なんだ今の。宝条はすまない、逃げられた。脱出に専念しよう。よく逃げるな。反対側がある。
あ、さっき北条が通ってきたエリアだ。ちょっと油断するとすぐ攻撃を何度も当てられてゲームオーバーに追い込まれるから、舐めてかかってはいけない。アイテム、チェインバングル。んー、なるほど。防御力半々でマテリア4つか。ハイパーガードよりバランスがいいな。特化よ。よし、魔鉱石がたくさんあるな。おい、じゃねえよ。実験体に治療は不要だ。改造、あるいは解剖か。まともじゃねえな。おお、なんだ。このメカか。ポイズン、ポイズン嫌なんだよ。バレット、待ってました。近づかなければ大丈夫だ。あー、そんなことはない。頼らせてもらうぜ。眩しい。こうしてる間に毒のダメージを受けてる。あ、動けない。え、おお、マジかよ。動いた。追い詰められてる。一旦毒は消した方がいい。しんどいな。サンダーをうまく何体かに当たるように調整だ。よし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 、いいぞ。毒消しなんて追いつかない、こんなの。こいつだ。よし、詰めろ詰めろ。いやいやいや、サンダーなかったらまたゲームオーバーしてるとこだった。はしっかりと。まだ博士が出てきてサンプルデータ回収の部屋が2つあるんだけど、ん？第四研究室か？扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする？道がつながっていればいいが。一旦休憩。研究室を出ればだいたいベンチか。
これはレッドサーティンが待たれるな。レバーもある。頼む。で、PHS があるから。通信機じゃねえか。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。そっか、こっち側に第4研究室があるからティファーたちにお願いするっていう。うん、おい大丈夫か部長。このポットだっけ、このポットだけ反対向いてるぞ。よし、これは。レッドサーティンを救出しよう。どうやって？ティファーと話す。あ、そうしよう。連絡。ティファー、聞いてるか？どうしたの？レッドが下に落ちた。そっちから回り込めないか？これ叫んでも聞こえる距離だと思うんだけど。レッド、レッド、そこだ。次にはさせない。いやー、こいつ嫌い。知らそこ、そこだ、やる、それ。痛い。当てる。エアリス。危ない。ガード、わあ、ガードしても痛いな。祈り。私に任せ。この。あぶね。A を倒したい。よし。ここで決めよう。逃げても無駄。OK。それ、それを嫌。うん、ストップされた。あぶね。一旦祈りだ。どうにかできる。さあ行くよ。私に任せて当たる。よし。やりかける。力を合わせて。当ててみる。さあ。オッケー。よし、やっちゃう。ところかな。レッド。そこまで。戦闘員か。この戦闘員のローラースケート、むしろ欲しい。エアリスピンチ。ティファもピンチ。メガポーションで。待って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 。ティファも一旦回復だ。すごい。祈り。祈りを事前にできれば体力の心配はなし。なんとかなった。レッドの体力が。お待たせ。さ、一気に行くよ。よし。これまずいな。どうもこいつらにはかかとが効くな。あよいしょ。やめて、魔法やめて。よし。OK。クラウドたちの状況は？第4研究室の扉を見つけたところだ。
開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。レッドが女班に入った。中央反対まで回ればいいか。行ってくる。見て、エレベーター。エレベーター？あ、これ、このレバーは？あ、引けない。動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと、嫌な感じ。残るは第4研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。あー、モンスター行くよ。あれ、第一研究室って言ってたっけ。何かけるのけ。行くよ。ガード行け。よろしくね。お任せあれ。よろけてる。当てる。この大丈夫。バーリ祈っておこう。交代。さあ行くよ。よし、書いた。オーバードライブの発動がもうちょっと早ければいいんだけどな。あ、 PHS もある。輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね。うん、クラウドに報告しよ。出番だ。うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第4研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。わかった、そこで待機してくれ。じゃ、研究室の扉まで戻るか。わあ、モンスター湧いてる。めちゃくちゃ方向音痴になる、ここ。遠慮はいらない。そりゃ楽しめそうだ。ネムレスは硬くはないんだよな。よし、ガンガン進むぜ。突っ走りすぎるなよ。階段か。体力は大丈夫だね。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ、お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぞ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。確かに同類だ。ウェッジはまだ本調子じゃなさそうだったけどね。